ESTJ ですね、 ESTJ、はい、責任者ですと、はい、責任を果たす人、組織に忠実なビジネスマンとあって責任感が強く真面目、支配権を持ち決断を下したい人、はい、規律を持って組織を維持したい、計画的、客観的、論理的、データを扱うのが得意、沈着冷静、倫理観が強い、公平几帳面とありますね。そんな ESTJ さんの、うん、仕事面での長所と短所、長所から実際的で結果を出すことを最優先にできる、自分で責任を持ったことには全力で取り組むよと、で必要とあれば断固とした態度を取ることができる、組織の目標を最優先にし集中力を持続できる、几帳面で正確、仕事をきちんとやり遂げたいという意志が強い、決まりきった手順を踏み手続きや規則を守りたい、非論理的で矛盾があるもの、実用的でなく無駄なものを見抜く才能がある、物事を整理し客観的に決断を下すのが得意、伝統的な組織の価値観に身を信頼を置いており、組織の中で活躍できる才能もある、責任感が強い、実行すると断言したことは必ず実行、明確な労働倫理を持っている、生産的でありたいし有能でありたい、常識があり現実的なものの見方をする、 F からすると、はい、まあ、T への憧れがあるんでしょうね、まあ、それはあると思いますよ残念ながら、うん、まあ、F の人、特に外交の F の人はうまいことを当たり歩く感じじゃないですか、人間付き合いで。でそこがうまくいかないと、まあ場合もありますしね、だって人間ですもん、はい、うまくいかないですって、はい。でもまあ、うん、うまくやれる方のタイプって話ですよね。この内向の人たちはもっとうまくいかない感じはしますもん。どうなんでしょうね、うんうん、で多分まあその辺なんでしょうねこの人は、うん、で仕事に関連する短所としてしては、うん、手続きに従わない人間や重要な詳細を無視する人間には我慢ならない、うん、そりゃそうだまだ試していない新たなアイデアを採用するのを嫌がる、変化を嫌がり変化に抵抗しようとする、効率的でないものにイライラする、経過に時間がかかりすぎると耐えられない、現在の必要性ばかりを重視し将来性を犠牲にしがち、自分の目標を達成するために人に過度の労働を強いる傾向がある、将来の可能性を見通すことができない、自分が打ち出した政策や決定が他人にどのような影響を及ぼすのかあまり深く考えたくない、反対意見に耳を貸さない、しばしば相手の話を遮る、あれですね、はい、あのワタミの社長ですねはい、なんかあの、うん、1週間ぶっ続けで仕事なんかできない、はい、無理ですって言うじゃないですか、うんうんうん、そうすると、うん、彼は、うん、なんか1週間ね、うん、仕事をさせるんですって、うんそうした後に、うん、できるだろ、うん、だからやれって言うんですって、うんうん、お前は嘘をついているどう思いますこれ、怖くないです、多分あの人自分ができるからですよね、 ESTJ だからですよ、そうそう自分ができるからお前もできるはずだろうみたいな、成功したいんだったらそれぐらいやって当然だろうって言わせて、うん、この子には、うん、これから一生、うん、このそんな仕事はできませんっていうのを言わせないようにするんですって、はい、それをカンブリア宮殿で言うんですよ、うんうん、怖ーと思って、うん、時代の問題ですかね、どうなんでしょうね、はい、でも隊長やってるわけじゃないですか、うん、ぶっ続けで、はいはい、まあできますよ、できますよというか、まあ、自分のものとそうじゃないもの、そうなんですよね、ワタミの社長はあの会社が自分の会社ですもんね、うん、自分の会社、はい、僕も人の誰かの会社で1週間ぶっ続けで働けとか言って言われたらそんなの嫌ですもんっていう、はい、ところですね、うん、で、そんな ESTJ に向いている仕事、うん、あのこれも初めてのパターンですね、セールス、うん、サービスっていうのがあって、 ESTJ は現実の世界で働き
具体的なプロジェクトに関わりたいと思っているので、うん、セールスやサービスの分野が向いていると。あ、向いてそう。羨ましい。無敵ですよね。ちゃんと説明できそうですもんね。いや、もうバリバリ売れるってことですよね。もうなんかちゃんとこう理屈的に反論の余地がない、ちゃんとしたこう欲しくなるストーリーとか考えそうじゃないですか。やっぱりなんか営業強い人ってもう本当それだけで羨ましいです、うんうん、はい。僕は本当ダメだったので、うん、営業気持ちだからですよ多分。はあってなるからですよね、自分の気持ち。そう、これ言ったらダメだし申し訳ないしなとか、うんうん、そうなんですよね。で、セールスやサービスの分野が向いていると。ごく標準的な手順を踏むことが求められ、うん、大勢の人間やグループとの交流が欠かせないからだと。社交的で伝統を重んじる ESTJ 型は権威ある地位につき命令を下すのを好むと。具体的な商品を販売する仕事は努力の成果が即座に明確に現れる上、目標を達成すれば大きなやりがいを感じられるので ESTJ に向いていると。なので、セールス、保険代理業、販売業っていうのがあり、また、調理師、自衛官、教師、公務員、警察官、法務官、民間航空機のパイロットとか、国会議員政策担当秘書とか、裁判所の書記官とか、そういう、なんて言うんでしょう、カチッとしたとこですね。うんうんうん、もう伝統。はい、伝統です、うん、国です、うん、書類です、うん、規則です、ルールです、権力ですね、盾ですっていうとこですね、うん、はい、権力者側じゃないですかぜひ、はい、もしくはもうバリバリ売るとこですね、うんうんうん、はい。で、次に出てくるのがテクノロジー、はい、身体を使う仕事とあって、うん、こうした分野では ESTJ 型の機械を扱う技術や技能を発揮できる事実を情報として集め、整理し分析する機会がある上、得意の推測力を駆使できると。論理的に手順を踏んで働かなければならないので、几帳面な性格にも合っていると。この ESTJ 型は、乱雑で混乱している状況には我慢がならないとあって、会計監査、建設業とか臨床検査技師、システムアドミニストレーターとかエンジニアっていうのが出てきますね、うん、で、次に出てくるのがマネジメント、うん、ESTJ は権威のある地位を好むので経営や管理の仕事が向いていると。部下に命令し決断を下し、他人を監督するのが好きなので有能な上司になると。そしてまた確立された組織に忠誠を尽くす。この分野の仕事には他人との交流が欠かせず、部下に指示したり部下を監督したりする才能も求められるためぴったりだと、うん、プロジェクトマネージャーとか行政官とか経営コンサルタントとか、あとはまあそういう不動産管理、看護師部長、財務部長とかの、ね、まあ、役職ですね、うん、あとはまあ専門職とあって、専門職の分野には、伝統的な組織に所属したり社会的に高い地位についたりして働くことができる仕事が多いため向いてるよと、うん、医師や歯科医といった医療関係の仕事では自分の手を使って人間に触れたり具体的なものを対象にしたりする場合が多いので合ってると。歯科医、内科医、裁判官、教師、土木技師とか弁護士、電気技師、薬剤師みたいなことが出てきます、うん、大きいとこ向いてるでしょうね。大きいとこですよ。 INTJ は大きいとこじゃないですもんね、おそらく、うん、まあ大きいところだとしても、はい、もう本当になんかシステム屋さんみたいな感じなんですか。あー、うん、なるほど。で、この人たちはなんか大きな人が集まってなんかもうルールがしっかりしたところプロジェクトみたいな、はい、多分僕無理だろうな、大きいとこ、まあ、はできそう入ったら入ったらできそうですよね。入ったら入ったら、はい、うん、筆者らによると最も転職に強いタイプのようですと。これなんだろう。あ、権力主義でトップダウンの大企業に新卒で入っても成功するのが ESTJ、うんうん、そうですね。
隊長が保険屋さんであ、うん、の時にこの ESTJ 型が多かったですか。多くはまあなんと F 多い気はしますけどね。保険屋さんは僕が保険屋さんをやったのは、はい、こう理論を詰めて説明すればみんな買うだろうと思ってたんですよ。買わなかった。買わなかっただって絶対こうやってやったらこれが得だよねっていうか、あなたがぴったりのが分かるよね、分かればみんな買うよね、はい、って思ったらそうじゃもなかったっていう。なんで売れる人はどういう人でしたか。だからうまいことなんか人の心に入り込む人ですよ。ですよねって。ですよね。なんか新幹線の中でたまたま隣になった人に売ってきたりとかしますもん。あ、売れる人は。売れる人は気さくに話しかけて何やってんのみたいなところからはいはい、はい、こう仲良くなってみたいな。なるほど。もう本ちゃんもう任せるわみたいな感じでなんだろう、だから F の人多いんじゃないかなって思いますけどね。僕好かれる人なんだろう、すっごい好かれる人。あの保険さんって、はい、壁が高いんですよ。だってまずノーからですからね。まずノー、会った瞬間ノーから、どう断ろうかのところを乗り越えていかなきゃいけないのが、はい、こうなんか論理的に説明すれば超えていけるだろうと思ったけど、そうでもなかったなみたいな。あと身の上話とか聞きながら、あ、そうそうそう、いい人だなって思わせて、うんうんうん、で、まあ、その上では必要だと思うんですよ。でも向こうも入ってるわけですよね、多分すでに。おそらくでそれを上回ればいいんでしょって思ってたんですよ。そうでもなかった。そうではなかった。つながりだった。つながりだったみたいな。